バフィンはアメリカ海軍の護衛空母、防具級。1943年6月28日に収益するが、同年7月19日に退役し7月20日にイギリス海軍のアミールとして収益した。艦は海事委任契約の元ワシントン州タコマのシアトルタコマ造船所で1942年7月18日に寄港する。 1942年10月18日に、ローレンス・ベネット夫人によって浸水し、1943年6月28日に、WL リーズ艦長の指揮下収益する。バフィンは1943年7月18日まで、ピュージェットサウンド海軍造船所で偽装を行う。1943年7月15日にクブ、ク部マイナス35に、艦首変更され、 7月18日に、レンドリースポーに基づき、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーで、イギリス海軍に移管され、アミールと命名された。アミールは、イギリス海軍の要求で、飛行艦班が延長され、ソナーの装着、消火、換気システム、アメリカ、イギリス領用の爆弾、魚雷が運用できるよう回収された。アミールは、東洋艦隊に配属され、1944年5月に、 KMF-31 戦団の護衛として地中海に向けて出航する。1944年6月27日にトリンコマリーに到着し、しばらく航空機輸送などに従事する。1945年1月、アミールはライトニング作戦で砲撃部隊であるホース61に加わった。だが、日本軍は重要地点から時間前に撤退しており、 上陸前の砲撃は行われなかった。アミールは続いて、マタドール作戦に参加した。関西機部隊の任務は、戦艦クイーン、エリザベスの上空護衛であった。1945年2月、ステシー作戦に参加。6月、バルサム作戦に参加。7月コリー作戦、ライブリー作戦に参加。アミールは24機までの航空機を運搬することができた。 現役時はほとんどアメリカ製のグラマンヘルキャット2を運用した。また、グラマンワイルドキャット部位も運用された。対戦の終盤にはスーパーマリンウォーラスも運用された。戦争が終了すると1946年1月17日にバージニア州のオフォークでアメリカ海軍に返還され、9月17日に民間に売却、ロビンカークと改名された。 1969年に台湾でスクラップとして売却、廃棄された。ありがとうございます。